こんにちは。今回はこちらセリアで購入している羊ちゃんナチュラル、こちらの極太この糸を使って、あのワンちゃんの付け襟作っていこうと思います。ちょっとね、ユスに透けてあげたいなと思ってそれがカラーナンバー8番毛 100% 25g 35m 入っています。かぎ針が7号から8号ですね。こういったのを使っていきます。中心部分から糸を取り出していきます。はい、こんな感じで中心部分から1本糸を取り出して、今回は8号で編んでいきます。で、こんな感じで糸を持って糸をかけて、ここでグッと締めて、で、ここから鎖編み1、これは土台の一つで、これとは別に鎖編みを1、2、3、4、5鎖編み、全部で6個鎖編みをしました。そしたら糸をかけて、この一つ目の土台のところ、この裏のポチッとしてるところを取って、糸を持ってきて、長編み。このセットをずっと編んでいきます。今土台を編んだんですけど、ここからは長編みをずっと編んでいくので、鎖編みを1、2、3、4、5をして、ここの5をしたら、糸をかけて、次はここは土台になります。横にこの2本すくって、糸を持ってきて、左2本。最後2本、長編み。こういう風にここからはずっと同じように進めていきます。鎖編みを5、3、4、5をしたら糸をかけて、土台のところを横にすくって糸を持っていきます。で、左2本、また2本。これで全部で、まあ、そうですね、サイズをちょっと見ながら進めていこうと思うので、何個作りましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい、こんな感じで今回は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個作ってきました。まあ、ユースはね、めっちゃちっちゃいんでこれで足りるんですよ。なので、ここで一番最後に紐をつけて完成させたいので、ちょっと大きめでもいいかなっていうところでこういう風に決めました。なので大型犬だともうちょっとこういると思うんですよね。好みによってここは変えて、あとは編み方としては同じなので、ここから2段目編んでいきます。鎖編みを2つして、2つ目のところにマーカーをつけて進めていきます。あれが鎖編み2つ目、そしたら横の分鎖編みを3個編みます。3個、全部で5個ですね。で、編み地を返して、1つ目のところに細編みが2つ入るように鎖編みを編んでいきます。細編み、これ1つ目編んだら、細編みの次は鎖編みを5個、3、4、5個鎖編みをしたら、同じところにもう一回細編みをしてつなぎます。こういう風に見ていくと分かりやすいと思います。あとはこの前段の穴のところに一つずつこの細編みが入るイメージです。で、鎖編みを1、2、3、4、5をして、あとは前段のこの穴のところに細編みで、反対側のところでも同じようにしていこうと思うので、この最後のところまで同じように一つずつ編んで、最後は前段の最後の一つのところは細編みを2つ編むので、またここでお伝えしていきます。鎖編みを5個、3、4、5をして、前段の穴のところに細編み、繰り返し同じように編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じように編んできました。で、また鎖編みを1、2、3、4、5をしたら、最後の穴のところに細編みが2つなるようにして進めていきます。で、最後はこのかぎ針を上のところに持っていきたいので、鎖編みを2つして糸をかけて、まあ、ここの穴のところに針を入れて長編み1つで終わります。まあ、2つ入ったことになります。これで2段目完成で、で、鎖編みをまた1、2して、2つ目のところにマーカーをつけて進めていきます。2つ目のところにマーカーをつけたら、さっきと同じように横の分鎖編みを1、2、3、全部で5個で編み地を返して、で、すぐのところに細編みを1つ、で、細編み1つしたら次のところで2つにしようと思います。鎖編みを1、2、3、4、5で、次のところに細編みを1つで、また1、2、3、4、5で、同じところにもう1つして、この両端に広げていきます。で、あとはこの真ん中のところは5個鎖編みを必ずしたら、前段の
穴のところ一つに対して一つずつ細編みが入っていくイメージです。1,2,3,4,5 で、前段のところに細編み一つ、鎖編みは5個、3,4,5で、前段のこの穴のところに細編み一つ、繰り返し最後の方まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じように編んできたら、最初のところね、この前段の一つ目ではなくて二つ目、ここに細編みが2つ入っていることになっているので、こちら最後も最後から2番目のところ内側に入ったところで細編み2つの状態にしていきます。今細編み1つ入っているので、3,4,5して同じところに細編み1つで終わります。これで2つ入りました。そしたらこの最後は鎖編みを1,2して糸をかけて前段のこの穴の中に針を入れて長編み、これで終わろうと思います。最初とこう合うなっていうので、それでまた鎖編みを1,2,3,4,5、ここは前段半分だったので5個して、前段のこの穴のところに針を入れて最初から5個鎖編みで始めていきます。で、鎖編みを1,2,3,4,5、次のところで、あ、そうですね、ここが端なので前段の端、その次なので2つ目でまた増やしていこうと思います。ここでもう一つ細編みで、鎖編みを1,2,3,4,5で、前段の穴のところに細編みで、一番最初編んだこの鎖編み5のところが端っていうことで、またパチンとこの剥がれないようなマーカーで印をつけておこうと思います。これが一番端っていうことで、これで進めていきますね。この端からこの前々段の、あ、今前段の端の2番目のところに細編み2つ、あとはずっと細編みが1つずつ入っていくイメージです。3,4,5で、前段の穴のところに細編み1つ、繰り返し同じように編んでいきます。はい、こんな感じで端の方まで同じように編んできたら、またこの最後から2番目のところで細編み2つ入れていきます。3,4,5の鎖編みしたら、最後から2番目の穴のところに細編み1つで、もう1つ入れていきます。その間に鎖編みを5で、同じところに細編みを1つ、こんな感じ入れて、一番最後は鎖編みを2つして糸をかけて、ここは最後でこのマーカー入ってるんですけど、この穴に入れてもいいですよね。穴に入れて長編み1つで終わります。これで、まあ、この前段は鎖編み2つのとこ取ったんかな、こちら、まあ、どっちでもいいんですけどどっちでもいいんですけど取りやすい方で、まあ、合わせていくといいかなと思うんですけど、前段の穴のところに長編み1つで進めていきます。で、これマーカー取って、で、また次の段を編みたい場合は、ここもね、好みによって段数は変わってくるんですけど、まあね、割とね、これぐらいだと見えないんで、このつけた時に。だからね、私男の子なんですけど、もうちょっと広げていこうと思うんですよ。これで鎖編みを1,2,3で、まあここは、まあ5だな。4,5して、編み地を返して、で、前段の穴のところに細編みを1つ。で、前段見ると、ここ一番最後で2つ目なので、ここでまた増やしていこうと思います。で、1つ目のところに、まあ、こういうのもね、この鎖編みのところにマーカーつけておくと止まるので、こういうふうに留めていきます。一番最初っていうことで。鎖編みをまた1,2,3,4,5で、この穴のところに細編みを1つ。あとは、一つずつ細編み編んでいきます。こうして、前段の穴のところに細編み一つ。繰り返し同じように編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じように編んできて、ここでまた最後から2番目のところで2つにしようと思います。鎖編みを1,2,3,4,5したら、この2つ目のところ、ここに細編みを一つつなげて、鎖編み5個、3,4,5で、同じところに細編み1つします。で、最後のところには鎖編みを2つして糸をかけて、この穴のところに針を入れて
で左2本最後2本これで終わります。で次の段で終わりにしようと思っていて、まあ、いい感じの広さになったので、これで何段だかというと 1,2,3,4,5 段編んできています。最初のところも数えて、で6段目で終わります。で6段目はこの増し目なしで編んでいきたいので、鎖編み 1,2,3,4,5 をしてセンター7のところ裏から通って編み地を返して細編み1つ、ただね糸が割れやすいんでちょっと気をつけながら細編みを1つで、こういうマーカーは取っていきますね。マーカー取って、であとはずっと鎖編みを 1,2,3,4,5 して前段の穴のところに細編み1つの繰り返しをずっと1つずつ細編みが入っていくような状態で、で最後のところまで編んでいきます。ここマーカーついてないな、あここだな、ここが一番最後です。はい、こんな感じで最後の方まで同じように編んできて、最後から2番目も1つだけ入っている状態で、最後鎖編み 1,2,3 次の段編まないので 4,5 して、でこの穴のところにつなげようと思います。まあ、この穴を拾ってもいいし、まあ、この動きたくない場合はこの鎖編みのところ取るといいかなと思うんですけど、まあ、鎖編みのところ取るときは裏山手前に置けて向こう下2本かかっているところ、ここのちょうど真ん中のところ鎖編みが起こしているので3個目、こちらから数えても3個目のところに針を入れて引き抜いたら、このまま引き抜きで止めようと思います。で鎖編み1つしてぐっと締めて、でここで10センチぐらい糸を残してカット、でステップ抜いてこの本体っていうか完成させようと思います。針に糸を通して、でこの内側に糸端が行くようにして返し返して糸始末をしていきます。こういう風にちょっと進んで軽く引っ張って、でできるだけね編み地っていうかね鎖編みなので、まあ、難しいかもしれないですけど、できるだけねこの風合いをなくさないように糸始末をしていきます。こんな感じで糸をこのポコッと残した状態で、まあ、同じ色なんで目立たないと思うんですけど、あの表にちょっと出てもこんな感じでね中側に糸端が行くようにして、でギリギリで糸をカットします。でこの最初残している糸も同じようにこの中側に糸端が行くようにして返し返し糸始末をしていきます。こんな感じで本体完成させました。そしたらまだ糸が残っているので鎖編みでいつものように紐を作っていこうと思います。まあ、いつものようにというか巾着の時も鎖編みで作るので、このまんま8号のまま糸をかけてぐっと締めて、ここから鎖編みを、まあ、片身にしていこうと思うのにぐっと締めながら 1,2,3 って数えながら好みの数鎖編み編んでいきます。はい、こんな感じで今回は180目鎖編みしてきました。ちょっと長編みにして最後リボンで結びたいなと思ってちょっとゆったりめに作りました。でこれで10センチぐらい糸を残してカットします。でセット抜いてぐって締めて、で針に糸を通して、で紐を通していきます。ここの一番手前のところ、ここがこの首のところなので、ここから片方から入って片側から入って、まあどっちからでもいいんですけどね、こうして入って編み縫いをするようにして、この糸にかからないようにして交互に通していきます。交互に通してきて、こういう風に一番最後終わって、で引き抜きます。で引き抜いてめっちゃ可愛いんですけど、でねここの結びのとこもう一回結ぶと可愛いかなと思うんですけど、個人的にこうグッとこんな感じで、どうかなあんま変わらないかな。こちら側も同じようにして、一応ね、この同じところで糸をカットします。だいたい結び目のところから同じぐらいの長さでカット。で、こういう風にかけて、まあ、ちょっとね、洋服にならしたいっていうのもあるし、ちょっとね、こうやって首元から両方同じぐらいに紐が通ってるようにして、ちょっと調節しますね。
こんな感じ調節して、だいたい同じぐらいの長さが残ったかなっていうところでこうかけて、まあ、普通に上々結びしてもいいですよね。こういう風にして1回結んで、まあ、そんなグッとしなくてもここも調節できれるので、まあ、すごくやりやすいかなと思います。結構広げてつけても可愛いし、こうやってつけても可愛いし、まあ、ここでねいろいろ調節できるのですごく使いやすいかなと思います。ちょっとつけているとめちゃめちゃ可愛いですよね。なんかねゲスがブラウンなんで、まあ、こういう色の方が映えていいかなと思うので、こちらの色をたまたま選んだんですけど、いろいろ色があるので選んだ糸で使ってみてください。作ってみてください。こんな感じでちょっとサイズを測って終わりにしようと思います。まあどういう風に測るのか正解なのかわからないんですけど、この中を測っていこうかな。だいたいねこうやって測ると、だいたいですよね、22センチぐらい。この外側も測ります。だいたい外側が47センチぐらい。幅は全部、まあ、この辺がねちょっと広がってると思うんですけど、だいたい同じぐらいだと思うんですよ。だいたい10センチぐらいですよね。この辺が 7.5 で、この両端が10センチとか 9.5 とかですね。何か参考にしてみてください。一玉で作れるので気軽に作れるかなと思います。それでね、ちっちゃめの花物だからっていうわけではなくて、結構残ってるんで、もうちょっと大きめのサイズでも作れると思うんですよ、一玉で。たまたま今回はこちらの糸を使ったんですけど、いろいろ引き揃えたりとかしたら、これぐらいの太さができたりするので、まあ好みによっていろいろ変えて編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。はい、ちょっとねつけたところをお見せしようと思って好きなんですけど、すっごいねこの襟のとこ噛んで、まあ、このブラウンと長すぎて、うちはねもうちょっと短めにして終わりにしようと思います。だいたいね雰囲気的にはこの一番最初のところで、まあ、この紐は通し直したんですけど、最初のところでつけたら1,2,3 段目ぐらいでよかったかなと思います。まあ、ブラウンの子に対してこの白っぽいの、それだけで目立つんで、後ろから見たらね結構しっかりついてるなっていう感じにはなるし、で3段ぐらいでよかったかなと思います。でちょっと2段目にこの紐を通してつけてみてちょっとね写真本当は撮るつもりだったんですけど、こうねちょっとふわっとなってね、動いて取れなかったんでこれでねちょっと後ろで結んで、軽くこうやって結んで、で結んで前に持ってくる感じでもね、後ろでこうやってやってもめちゃめちゃ可愛かったです。女の子とかめっちゃいいんじゃないかなと思いますいろいろ好みによってつけてみてください。作ってみてください。